このまま、この時間が永遠になってしまえばいいのに。このまま、写真や絵のように、時が記録されて、そしたら、先生も、同じ気持ち、なのですか？それは、なんだか、照れますね。私は今日、修行を忘れるくらい、幸せでした。その、先生、いつかまた、このような時間を作っていただけますでしょうか？私は今日、修行を忘れるくらい、幸せでした。その、先生、いつかまた、このような時間を作っていただけますでしょうか？